お盆,お盆とは、夏に行われる、日本の祖先の礼を祭る一連の行事。日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事である。かつては、大陰歴の7月15日を中心とした期間に行われた。現在では、太陽暦の8月15日を中心とした期間に行われることが多い。仏教用語の裏盆会の省略型として、 盆、一般に、お盆と呼ばれる。盆とは、文字通り、本来は霊に対する供物を置く容器を意味するため、供物を備え祀られる精霊の故障となり、裏盆と混同されて集合したともいう説もある。現在でも、精霊を、盆様と呼ぶ地域がある。中華文化では道教を中心として、旧暦の七月を、鬼月とする風習がある。旧暦の七月昨日に、 地獄の蓋が開き、7月15日の中元節には地獄の蓋が閉じるという考え方は、道教の影響を受けていると得られる。台湾や香港、河南を中心に現在でも中元節は、先祖崇拝の行事として、盛大に祝われている。盆の明確な起源は分かっていない。一年に二度、初春と初秋の満月の日に、祖先の霊が、 子孫のもとを訪れて交流する行事があった一年が前半年とあと半年の二年になっていた名残との説があるが初春の者がそれへの年紙として神格を強調されて正月の祭りとなり初秋の者が裏本と集合して仏教の行事として行われるようになったと言われている日本では8世紀頃には夏に祖先供養を行う風習が確立されたと 考えられている。1600年代にイエズス会が編纂した日保辞書には、ボンとベラバンという項目がある。それらによるとボンは、仏教徒が、陰歴7月の14日15日頃に、死者のために行う祭りであると、説明されている。地方や仏教の宗派により、行事の形態は異なる。また、お盆時期の地蔵菩薩の方へは、地蔵盆と呼ばれ、 天とすなわち、大日如来のお盆は、大日盆と言われる。お盆は、聖句、イディオムとして、年末年始と組み合わされて使われることも多い。盆暮れなどと時期を指す言葉としてや、盆と正月が一緒に来たようというとても忙しいと、または、喜ばしいことが重なることの例え、慣用句が代表的である。名称に、ボニがある。影日記上王は2年に、 十五、六日になりぬれば、ボニなどするほどになりにけりとあり、徳島県指定無形民族文化財、津田の盆踊りは、津田の盆、ボニ踊りとされやわ弁、岡山弁、ビンゴ弁など、各方言にある。また、うつほ物語十一巻書集、ないし、ただしに、お盆にどもは、例の風騒乱やとあるようにお盆にの供養、伏せ物のこともす。伝統的には、 旧暦7月15日にあたる中元節の日に祝われた。日本では明治6年1873年1月1日のグレゴリオ暦新暦採用以降以下のいずれかにお盆を行うことが多い。現在では3の月遅れ開催がほとんどである。しかし沖縄県では現在でも1の旧暦開催が主流であるためお盆の日程は毎年変わり。 時には9月にずれ込む。8月1日開催の地域として、東京都多摩地区の一部、西東京市の旧田梨市域、小金井市、国分寺市、府中市、調布市の旧人大町域など、や、岐阜県中津川市の旧津地町及び旧河下,下村が、知られる。これはかつて養蚕が盛んだった地域で、8月1日、前後が養蚕の農管期に当たっていた名残である。なお、 旧歴での盆を旧盆というが、一部の地方を除いて、通常、新歴での盆は、アラ盆とは言わない。アラ盆、新盆、新盆、荒盆は別の意味となる。盆の概念は、日本全国に広まっているため、その行事の内容や風習は、地方それぞれに、様々な様式がある。必ずしも定まったものでないが、全国に比較的広まっている風習として、以下のようなものがある、 別説で説明する。お盆休みの規制は、故郷を離れて暮らすことが一般化した昭和の後半から全国的に見られるようになったが、痛むべき個人に、対戦で亡くなった親類縁者を共に加えて、行う子も少なくない。海外では、新年などに行われることが、一般的な花火大会ももともとは、河瀬垣の放映を起源として、供養につながる。 隅田川花火大会を参照ことから地方では、この帰省の時期に合わせてく開催されている。た日を釜蓋昨日、か、まぶたた日といい、地獄の釜の蓋が開く日であり、一般的にた日からお盆である。この日を境に母さんなどして、ご先祖様等をお迎えし始める。地域によっては、山や川から里へ通じる、道の草刈りをする。これは、個人の例が、 山や川にいるという信仰にのっとり、その悲願から家に帰る個人が通りやすいように行う。また、地域によっては、言い伝えで、地獄の釜の開く時期は、池や川、海などへ、むやみに近づいたり、入ったりしてはならないというものもある。七日は七夕であり、そもそも七夕は、七夕、七夕とも書き、個人を迎える、精霊棚とその棚に安置する番をこしらえる日であった。 その行為を7日の夕方から務めたために、棚旗が、いつしか、棚旗に転じたとも言う。7日の夕刻から精霊棚や、笹、旗などを安置する。なお、お盆期間中、僧侶に度胸してもらい放音することを棚行参りと言う。これは、精霊棚で読むお経が転じて棚行というようになった。13日夕刻の伸びを迎え日と呼ぶ。以後、 精霊棚の個人へ、いろいろなお供え物をする。地方によっては、留守参りをするところもある。留守参りとは、個人がいない墓に行って掃除などをすることを言う。ごまねきれいなど大掛かりな迎え日も行われる。十六日ののびを送り日と呼ぶ。京都の御参送り火が有名である。十五日に送り日を行うところも多い。奈良公演算大文字など。また、 川へ送る風習もあり、灯籠流しが行われる。山や川へ送る点は、釜二作実で記した通り個人がいるとされるのが、文化的に山や川であり、そのようになる。なお、個人を送る期間であるが、16日から24日までであり、お迎え同様に母産などをして務める。仏教では広く取った場合、お盆は1日から24日を指す。これは、地獄の王とされる。 円魔王の対あるいは化身とされるのが地蔵菩薩であり、二十四日の地蔵菩薩の縁日までが黄盆なのである。地蔵盆も参照。ちなみに、天とすなわち、大日如来の大日盆は、その縁日にのっとって二十八日である。十五日の盆の翌日、十六日の晩に、寺社の境内などに老若男女が集まって踊るのを盆踊りという。これは、 地獄での塾を免れた猛者たちが、喜んで踊る状態を模したと言われる。夏祭りのクライマックスである。旧暦7月15日は15夜、翌16日はいざよいすなわち、どちらかの日に月は持ち、持月イコール満月になる。従って、晴れていれば16日の晩は、月明かりで、明るく、夜通し踊ることができた。近年では、場所は、 自社の境内とは限らなくなっており、また宗教性を帯びない行事として取り行われることも多い。典型的なのは、駅前広場などの人が多く集まれる広場に櫓を組み、露店などを招いて、地域の親睦などを主たる目的として行われるものである。盆の時期に帰郷する人も多くいることから、それぞれの場所の出身者が、久しぶりに顔を合わせる機会としても機能でいる。なお、 新しく行われるようになった盆踊りは、他の盆踊りとの競合を避けるために、時期を多少ずらして行われることも多い。これは、新興住宅地などでは、盆の最中は帰京しており、参加できないものが多数いるなどの事情も関係しているものと思われる。また、宗教性を避けて、盆踊りとは呼ばないこともある。しかしそれらが、 盆踊りの系譜に連なるものであることは否定しがたい。また、同様のものとして、悲願の時期に行われるものを、悲願踊りと呼称する地域、関東近畿一の一部も存在する。また、人が亡くなり四十九日保養が終わってから次に、迎える、最初のお盆を特に初盆、抜盆、うい盆、または、あら盆、新盆、にー盆、ら盆と呼び、特に厚く供養する風習がある。 これも地方によって異なるが、発盆の家の人は、門口や仏壇、お墓に、白一式の盆上賃を建てたり、発盆の家の人にそういった提賃を送ったりして、特別の儀礼を行い、また、発盆以外の時には、模様のある、盆上賃やお墓には、白と赤の色が入った提賃を建てたりする。以下は、全国にあまねく広がっているとは言えないが、ある程度の地域では、 一般的な風習である。常識とされる地方も、ある反面、そういった風習が全くなかったり、時代と共に変容していった地方もある。また、備えた穀物を乗せ川に流す風習のある地域において、近年は川を汚さないように流さなくなった地区もある。地方や宗派によっては、お盆の期間中には、個人の霊魂が、この世とあの世を行き来するための乗り物として、精霊は、 少量、馬と呼ばれるキュウリやナスで作る動物を用意すること、ある。四本の小柄あるいは、マッチ棒、折った割り箸などを足に見立てて差し込み、馬、牛として、仏壇周りや精霊棚に供物と共に配する。キュウリは、足の速い馬に見立てられ、あの世から早く、家に戻ってくるように、また、ナスは、歩みの遅い牛に見立てられ、この世からあの世に帰るのが少しでも遅くなるように、 また、供物を牛に乗せてあの世へ持ち帰ってもらうとの願いが、それぞれ込められている。地方によっては、背書き、既婚または背書きと呼ばれ、ガキ道に陥った猛者を救ったり、ガ棚と呼ばれる棚を作って、道端に倒れた人の霊を慰めたりするといった、風習もこの頃に行われ。また、盆上鎮と呼ばれる特別な蝶賃を仏壇の前に飾ったり、 木組みに和紙を貼り付けた灯籠を流す灯籠流しや、超人を小舟に乗せたようなものを川などに流す、精霊流しを行う場合がある。特に、長崎県長崎市の精霊船を引き、市内を練り歩くのが有名。特殊な例として、岩手県盛岡市では蜘物を乗せた数メートル程度の小舟に火をつけて流す、船っ子流しが行われる。お供え物も地方によって違いがあり、 甲信越地方や東海地方では仏前に安倍川持ち、北新地方、長野県北部では、お焼きをお供えする風習がある。長野県や新潟県の一部地域では、送り日、迎え日の時に、独特の歌を口ずさむ習慣があるなど、受け継がれた地方独自の風習が見受けられる。長崎県では、盆の墓参りや、精霊流しの際に、 手持ち花火や爆竹を打つ風習がある。今では、廃れた中国、福建の風習である、清道、元は、盆と正月に行われていたが、現在では正月すなわち春節のみが元になっていると言われる。特に、長崎市ではその風習により、シーズンになると花火、トンやト花火を扱う商店では、その需要の多さから、たくさんの花火を求める客でにぎわわわ、 沖縄県では、旧暦で、お盆が行われる。13日を運慶、お迎え。宮古では、運ん八重山では、しきるひ、運んピー。14日を中日もしくは、中ぬ日。15日を、うーくい、お送り。宮古では、うふうゆう。八重山では、うくるぴーと称し、この間先祖の霊を歓待する。また独特の風習や行事が伝えられる。 代表的なものに、沖縄本島のエイや八重山列島のアンガマがある。また、ウークイでは、先祖の霊があの世にて金銭面で苦労しないように、するために、打ちかび、出しと呼ばれる、明線を燃やす風もある。八重山では、旧盆のことを、僧論と呼ぶ。お盆の風習は、仏教宗派によって異なる。浄土真宗では、今しめがないので、盆棚をはじめとする。 盆飾りを用意する必要がない。盆菓子を仏壇や墓などに備え、僧侶に度胸をしてもらう。お盆は、旧暦、新暦、月遅れいずれも、日本ではいずれも過去に祝祭日や国民の祝日になったことがない。社会的慣習として、新暦8月15日前後は平日であっても、休業する会社や休暇を取得する人が目立つ。学校の児童、 生徒、学生の一から2ヶ月にわたる夏休みの重なる形で、勤労者も夏休み、お盆休みとなる場合が多い。祖先の霊を祀る宗教行事だけではなく、国民的な休暇や帰省、旅行シーズンとしてのお盆という側面がある。特に仏教的生活習慣を意識していないキリスト教、いたずらにとっては、お盆、休盆は単なる夏休みになっている。 帰省してきた孫や、老いめらに対して、お年玉のような、お盆玉を渡す高齢者も近年は見られる。この時期は、毎年4月末から5月初旬にかけての、大型連休、ゴールデンウィークや、年末年始、お正月休みとともに、高速道路や、公共交通機関、鉄道や高速バス、航空機が大変混雑するため、帰省ラッシュと呼ばれる。ただし、 大型連休や年末年始と異なり、カレンダー上は月曜日から金曜日にあたる日は通常の平日である。このため観光庁、金融機関、証券市場などは通常通りの業務を行っており、一般企業でも平日という建前から出勤する部門、従業員も見られる。規制、U ターンラッシュを担う交通機関や買い物、行楽客が訪れる。 物販、飲食店やホテル、旅館にとっては、お盆はむしろ書き入れ時となる。こうした職場では7月から9月にかけて、交代で夏休みをとり、混雑や料金が、最ピークの休盆時期を避けて旅行などをしたりすることも、多い。この他に、積雪寒冷地で、土木、大工、片枠、造園等の工事を受けう業者では、冬は積雪、寒さで、 屋外作業ができないことが多いため、季節労働も参照、晩秋までに工事を間に合わせなければならない。こうした事情からお盆休みが1から2日だけの業者が多い。災害復旧などでお盆休みを返上する場合もある。韓国では100中という8月24日から8月26日までの伝統行事のお盆がある。これは、 朝鮮民族における宗族において、陰暦の7月15日に、祖先祭祀や母産をはじめとする行事が行われる祭日である。詳細は百中を参照。周遊とは別々です。中国と台湾では、中元節という旧暦7月15日に、伝統行事のお盆がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。